そうね。もう何があったんだよ。しゅうちゃんに遊んでもらうのが一番いい。髪の毛伸びたよね、しゅうちゃんね。もう2ヶ月ぐらい経つでしょ。トレーナーとか、うん、おとなしかった。で、何業者来たら騒いでたの。すぐうわーっつって、いつもの調子で。